部員の皆さん、こんにちは。お元気ですか？部長の丸尾です。今回はランチ後の急激な眠気の原因と対策についてお話ししたいと思います。あなたはランチを食べた後急激な眠気に襲われるなんてことはございませんでしょうか？お昼ご飯食べた後にですね、全然勉強に集中できないとか、会議の途中で寝てしまうとか、テレビを見ながら寝落ちしちゃったとかですね、こういったですね、食事の後の急激な眠気、これは実は脳からの危険信号なのかもしれないんです。決して見過ごしていい症状ではないんですね。今回の動画ではランチ後の急激な眠気の原因、そしてそれを予防する方法についてお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さあ、では早速そのランチ後の急激な眠気の原因ということなんですが、これがですね、血糖値なんですよ。血糖値っていうのは常にね、一定に保たれていて、食事を取ると血糖値は上がるんですけど、インスリンというね、血糖値を下げるホルモンが膵臓から出てきます。で、これによってですね、血糖値は元に戻っていくんですね。しかしですね、中には血糖値スパイクが起きている方がいらっしゃいます。この血糖値スパイクって何かっていうと、食事を取った後に血糖値が急激に上昇するんですね。これを食後高血糖というふうに言います。そして急激に上がった後、今度は急激に下がりすぎると、これをね、血糖値の乱高下、ジェットコースターのように上がって下がると、これをですね、血糖値スパイクするというふうに呼んでいます。そしてですね、この血糖値が上がって下がりすぎた時、これをね、低血糖と言うんですが、これがですね、食後の眠気の原因になっています。まあ、つまり血糖値が下がるっていうのはエネルギー不足になるってことなので、脳にね、エネルギーが回らなくなって眠くなってしまうと、まあ、要は半分気絶しているような状態なんですね。もうだからこの眠気は本当に強烈で、なんとか起きていようと頑張っても抗いきれないぐらいの強烈な眠気が起きてしまうんです。そしてこの血糖値スパイクがある状態っていうのは、ただね、眠くなって困るなっていうだけじゃなくて、いろんな問題を引き起こしてしまいます。例えばですね、糖化という現象を引き起こして肌のくすみやシミ、そしてシワを生んだりだとか、あとは骨粗鬆症、白内障、そして認知症というですね、体の老化を進めてしまうことにもなってしまいます。もちろんね、糖尿病にも発展する危険性があります。この血糖値スパイクはインスリンの働きがうまく働かなくなった状態、これはね、インスリン抵抗性というんですけども、非常に怖い状態です。そしてですね、この血糖値スパイクがある方っていうのは、通常時の血糖値は正常値の方が多いので、健康診断などでは見過ごされやすいんですね。以前のこちらの動画でもお伝えしてるんですけど、意外にね、若い女性で痩せている方にもこの体糖の異常、インスリン抵抗性が多いということが最近分かってきています。ということでですね、この食事を取った後に強烈なね、眠気が出てくるっていうのは、実は恐ろしいことが体内で起きているということなんですね。さあ、それではですね、この血糖値スパイク、食後の高血糖を予防してランチ後の眠気を防止する方法を今からご紹介していきたいと思います。今日はね、7つご紹介したいと思います。まず一つ目は、ゆっくりよく噛んで食べるというものです。これはね、結構聞いたことある方多いと思うんですけど、やっぱりドカ食い、早食いをしてしまうと、それだけ血糖値って上がりやすくなるんですね。だから同じものを食べていても早食いするだけでですね、血糖値が余分に上昇してしまいます。ものすごい損ですよね。あとは早食いすると満腹感を感じにくくなりますので、余計にたくさん食べちゃうということにもつながります。まあ、どうしてもですね、時間がない時とか忙しい時っていうのは早食いになりやすいとは思うんですけど、時間がある時だけでもですね、意識してゆっくりよく噛んで食べるようにしていきましょう。特にね、友人と食事をしていて、自分がいつも最初に食べ終わってしまうというような方は要注意ですね。続いて対策の2つ目は、糖質の摂りすぎに注意するです。この血糖値というのは糖質を摂ることで上がります。なので、たくさん糖質を摂れば摂るほど上がりやすくなるんですね。別に糖質を完全に避ける必要はありません。ただ糖質オン糖質のような食べ方、例えばですね、うどんといなり寿司とか丼のセットのようなものだとか、あとラーメンとチャーハン、餃子とかですね、こういう炭水化物オン炭水化物の食べ方っていうのは血糖値が上がりやすくなってしまいます。コンビニで食事を取るときに、おむすびとパンとかいう組み合わせも同じですね。こういった糖質オン糖質の食べ方は避けるようにしましょう。
続いて3つ目は糖質の質に注意するです。このですね、糖質の種類によっては血糖値が上がりやすい糖質というものがあります。代表的なのが精製糖質、つまり砂糖ですね。ですので砂糖がたくさん入ったような菓子パンとか、あるいはジュース類、あと意外と健康に良さそうな乳酸菌飲料とかヨーグルトなんかにも砂糖たっぷり入っていますので、注意して見るようにしてください。あとですね、例えばおむすびだったら白米よりも雑穀とか、あとは主食になるようなお米とかパンですね、これも種類を工夫すると血糖値が上がりづらくなります。白米よりももち麦が入ったものだとか、雑穀米とか玄米のもの、パンだったら全粒粉の茶色いパンだとかライ麦のパン、こういった未精製の糖質に変えると、これだけでもですね、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。続いて4つ目の工夫は水溶性の食物繊維を摂るということです。食物繊維には水溶性と不溶性という2種類があるのですが、この水溶性の方はね、水分を吸ってゲル化して糖質の吸収を緩やかにする働きがあります。ですので水溶性の食物繊維が多い海藻とか果物、野菜、あともち麦なんかね、すごく水溶性食物繊維が多いですので、こういったものを食事と一緒に摂るようにする、食事の中でうまく取り入れるということで血糖値の上昇を緩やかにすることができます。あと摂り方もポイントでして、よくねベジファーストって言われると思うんですけど、食事の初めの方に摂ることでより効果を発揮してくれます。続きまして5つ目はお酢を摂るというものです。実はこのお酢もですね、食事と一緒に摂ることで食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれるということが分かっているんです。なので私の一押しはもずく酢なんですね。もずく酢は海藻ですので、先ほどご紹介した水溶性の食物繊維も入っていますし、お酢も摂れちゃうのでダブルの効果が期待できます。他にもですね、ピクルスのようなものだとか酢の物のおかず、あと果実酢なんかもいいんですけど、気をつけないと果実酢って結構砂糖たっぷり入ってるものがあったりするので、これはね本末転倒なので、ぜひ原材料を確認するようにしてみてください。あとはね、酢飯もおすすめなんですよ。酢飯の場合はご飯も冷めていて、レジスタントスターチっていう食物繊維に似たような糖質が増えているので、よりですね血糖値の上昇を緩やかにしてくれます。はい、では続きまして6つ目ということで、ここからはですね、食事以外のアドバイスもお伝えしたいんですけど、しっかり睡眠をとるということです。睡眠が不足すると血糖値のコントロールがうまくいかなくなるということが分かってるんですね。例えば睡眠制限がインスリン抵抗性に悪影響を及ぼし、体糖能の低下や糖尿病リスクの増大につながるという報告もあります。さらにですね、睡眠不足は空腹感と食欲を強めて食事の摂取量を増加させるということも分かっていますので、やはりね睡眠不足大敵でございます。睡眠のね重要性については以前こちらの本のレビューの動画でもお話ししてるんですけど、私もねこの本を読んで以来、なるべくね睡眠時間7時間半以上は取るようにしています。これもねお仕事だとか子育て中の方で忙しい方、なかなか難しいと思うんですけども、できる範囲でね睡眠しっかり取るようにしてみてください。最後7つ目は食後に運動するということです。この運動自体がですね、血糖値のコントロールを良くしてくれるということがあるんですけど、食後すぐに運動することで食後の高血糖を予防してくれるということが分かってるんです。実際ですね、これはニュージーランドのオタゴ大学というところの研究なんですが、2型糖尿病の患者さん41人を集めてですね、1つのグループは1日の中で時間を決めずに30分歩くグループと、もう1つのグループは朝昼夕の食事の後にですね、それぞれ10分間歩くということで血糖値を比べたところ、この2つ目のですね、食後にウォーキングをした方が平均して食後の血糖値が 12% も低下したという結果が出ているぐらいなんですね。まあ、食後すぐに運動することでですね、糖質を消費してくれて血糖値を下げてくれるという効果があります。まあ、食事の後すぐにね、なかなか激しい運動は苦しくなってしまうと思うので、ちょっとね散歩したりとか階段の上り下りをするなど、緩やかなね運動をぜひ取り入れてみてください。はい、ということで今回は食後の眠気を防止するための血糖値スパイクを防止する方法をお話しいたしました。はい、たくさんご紹介しますので最後におさらいしておきましょう。まずはゆっくりよく噛んで食事を取ること、そして糖質の取りすぎに気をつけること、さらに糖質の種類に気をつけること、そして水溶性食物繊維を摂ること、食事でお酢を取り入れること、しっかり睡眠を取ること、そして食後に運動することでした。
まあ本当はね全部できれば一番いいんですけども、一つでもぜひ実践するようにしてみてください。やはりね血糖値のコントロールというのは最高の体調を目指す上では欠かせない因子になりますので、ぜひね意識していきましょう。このチャンネルでは最高の体調を目指すあなたへ役立つ動画を配信しております。ぜひまだの方はチャンネル登録ボタンを押して体力部に加わってください。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、ごきげんよう。